大阪教育大学附属高等学校平野校舎は、大阪府大阪市平野区にある国立高等学校。1学年3学級の少数精鋭で社会のリーダーを育成する。文部科学省スーパーグローバルハイスクール指定校。ワールドアイドラーニング認定校。大阪教育大学の附属学校の中では、最も新しく、1972年に設立された。 教員養成大学の付属高校として、教育研究、教育実習、教育実践の充実を図りながら、1学年3学級の少数精鋭を活かし、課題解決力を高め、人や社会と共同シリードしていくことのできる人材の育成を目指している。国語、数学、英語では、習熟度別や少人数制の授業も導入。 各週土曜日に4元授業を行っている。校則は少なく、生徒自身で学校生活の常識を考え自立することが求められるが、アルバイトや選抜は黙認されている。2015年に文部科学省のスーパーグローバルハイスクールに指定され、普遍的な価値を持つ命をテーマに、医療、保険防災、減災、格差、貧困の3領域から選択した課題について、 研究活動に取り組んでいる。学校設定科目として、生命の倫理、公共と経済、大阪大学セミナーが新設され、理科アドバンス講座では、理系大学進学希望者が、京都大学科学研究所を見学したり、海外研修を行ったりしている。国内外の学校、大学、企業との提携も行われている。また、SGH を発展させて、 世界で活躍できるイノベーティブなグローバル人材を育成するための文部科学省の令和2年度 WWL コンソーシアム構築支援事業でカリキュラム開発拠点校に選ばれておりソサエティ5.0に向かう生徒と教員のための学びの共同体の構築していく。付属平野は行事で育つと評されるほど学校行事を大切に位置づけておりその運営のほとんどを 生徒の手に任されている。近隣に所在する付属語講演で連携し ICT を活用した教育研究活動が行われており、その成果として課題研究の指導についての学習ツール、平野メソッドを公開している。教育目標大阪教育大学の付属学校は天王寺、池田にはそれぞれ小学校から高等学校まで設置されていた一方、 平野には幼稚園、小学校、中学校はあったものの高等学校は併設されていなかった。併設高校の設立を求める声が1960年代に学校関係者から上がるようになり、1970年大阪教育大学の概算要求で初めて高校設立を盛り込んだ。しかし分散していた大学キャンパスの統合問題を優先するとして、 高校増設の予算は見送られた。大学は1971年5月、高校平野校舎増設の概算要求を再度言った。大学側は当初、重点事項という扱いをしておらず、付属高校設置については、付属学校の整備の一つと位置づけていた。高校進学率の上昇に伴う、高校請求増で一貫教育が役に立つということを理由として挙げ、 また科学教育振興のために、理数教科重視の教育課程を組む高校の増設や、大阪教育大学の特設理科教員養成課程、特設数学教員養成課程の学生の教育実習先とすることも、高校設置の理由として挙げられている。一方、付属平野学園関係者は、幼稚園、小学校、中学校の学級数を減らしてでも平野に、 付属高校の増設をという機運になった。関係者の声を反映し、大学側は重点事項として、概算要求に組み込み、1971年末に文部省から高校設置の予算がついた。1972年開校の当初、付属部屋中学校の校舎の一部を曲がりし、また付属中学校の定員を一部減らす形で、初年度の外部募集を実施せず、 付属中学校卒業者のうち約3分の2が内部進学した。翌1973年より同一敷地内に高校の独立校舎の建築が始まり、1974年9月に独立校舎へと移った。従来の行動圏体育館を A 家で校内の別の場所に移動させ、その後地に高校の独立校舎を建設している。中学校、 高校の校舎を並列に配置して特別教室を共用できるようにしたことや校舎管理部門の一本化を図ることを考慮して校舎の位置が決められた。校歌校歌は1978年に制定。1976年に校歌作成委員会が発足し、歌詞を関係者から公募。保護者が応募した原子をもとに補正を行い、大阪教育大学助教授の物の述べ、 一郎名誉教授が作曲した。大阪教育大学附属高等学校のキャンパスが三つに分かれた三文校の一つという形態であり、他校舎の天皇寺校舎、池田校舎と生徒間の交流は特になく、それぞれ独自の教育方針を掲げて教育に励んでいる。教員が転勤で行き来したり、非常勤で二校内資産校で授業を受け持つことはある。結果、平野を はじめ参考者での最高責任者は校長ではなく付属高等学校平野校舎主任である。大阪教育大学の教授に対する校舎主任という職名の事例は同じく教授である大阪教育大学付属高等学校長の下にあるという不自然さを抱えており、この深刻な問題点は現在も解決されていない。適正検査と学力試験がある。 なお、一学級40名で一学年三学級に対し、付属兵や中学校から72名が連絡進学する。政治、行政学者、医師文学芸能。ありがとうございます。